皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キックです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービーサリオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、麦茶をいただいております。さて、ブリザーズカップの方をね、今朝ね起きて、まあ動画で見たんですが、惜しかったですね。シャフリーアールがね、まあ3着ということで、勝ったのがまあね、オーギュスト・ロダンですね。まあそれでドバイじゃねえ、ごめんなさい。はい、ブリザーズカップクラシックの方がね、ねえ、なんだっけ、エリマキトカゲじゃないな、デルマソトカゲでしたっけ。ねえ、あまりよく知らなくてね、ケンタッキーダービー6着だったんですね。 UAE ダービー勝ってね、まあ日本ではね、全日本2歳優秀を勝ったということでね、それも接戦でね、ねえ、まあドバイで勝って、サウジは2着だったんですかね。まあそれで、ブリザーズカップクラシック、まあ大一番ですよ。ね、惜しかったですね。2着に頑張って。まあ、国内に帰ってきて走るのかな。ね、そのあたりがわからないっていうところがね、なんか、煮え切らないなっていうところで、これからどうするんでしょうかね。国内戻ってきて、走るんですかね。思い出しますよね。だから昔いましたよね。名前が出てこない。やんちゃの間ね。アメリカで結構実績上げて、ドバイでね、勝ったんでしたっけ。ね。まあ、その馬が、ラニーか。名前出てこない。ごめんなさいね。国内帰ってきていまいちだったんで、ねえ。まあ、そういう風なね、馬勢とも言えるのかな、あの馬はね。まあ、難しいですよね。今後のローテとかね。まあ、牛バテソウルはね、まあ、ちょっと後ろから行き過ぎたのかなというところでね。まあ、強さを見せてくれたんでね。まあ、最後伸びなかったですね。あと、ソングラインが、まあ、完敗ですね。まあ、5着でしたっけ。まあ、いい勝負はしてるんですけど、まあ、届かなかったな、というところでね。メイケールはなんであのレース使うのかな、っていうね。たまに、だから、ブリザーズカップ使うときに、今までに国内で芝走ってた馬が、ダートのレースに、ね、参戦することがあって、ね、待機ブリザードもそうでしたっけ。なんでダート使うのかな、っていうところで、まあ、よくわからんな、っていうね、メイケールに関してはね。まあ始めていきましょうか。俺はちょろっとね、昨日馬券買ってたんですけど、まあ全然当たらなくて、JBC クラシックもやったんですよ。まあ当たらなくてね。ブリーダーカップ馬券買えたんですか？馬券は買ってなかったんですけど、まあ、今日は歩き上がりますけどね、まあ、やる予定はないから、もう、まあ、すったんでね、まあ、来週、再来週とエリジョマルチャンピオンシップの G1 でね、まあ、勝負しようかなというところですね。まあ予想は G1 はね、やりたいと思いますんでね。はい、前回当たりましたからね。ねえ、逆髪予想として期待してくださいっていう時になんか当たってしまうっていう、本当に役立たずですね。申し訳ございません。はい。それで、シャーリーゴールドさんからね、スーパーサンクスいただきました。ありがとうございます。はい。ね、最近疲れてませんかということで、俺らの声なんか疲れてるように聞こえたのかな、ウィポ実況でね。どうですかね、まあ、ただ目はね、疲れてるっていう話をしたんですけど、もう目ひどくてね、今、しょぼしょぼで、参ったなっていうところで、ゲームもあまりできなくてね、まあ、やってるんですけど。目薬の足しにしてくださいということでね、ありがとうございます。はい。まあ、始めていきましょうか。10月の収益ね、結構なんか、終盤、単価が上がって、なぜかわからないんだけど、単価が上がって、結構惜しいところまで行きましたね。まあ、投稿本数としてはね、まあ、9月よりもだいぶ少なかった、だいぶというか、まあ、少なかったと思うんですけど、7500円ぐらい行ったかな。まあ、8000いかなかったんですよね。まあ、8000行くのをね、諦めていたんで、結構行ったなというところでね、まあ、いいかなっていう、はい、行きましょう。10月1週ですね。まだコメント言われてないんですよね、スピコメね。あ、来た。アエルクラス、来たね、スピコメね。これはだから、ね、あ、メシアの子供だ。牝馬だね、だけどね。まあ、メシアのね、普及をつなげていきたいんですけど、まあ、楽しみですね。メシアと相性いいのかな、これまあね。よし。これからもメシアをつけていこう。よし、行きましょう。はい。まあ、行きましょうか。
はい、紙を噛んでちょっと諦めるの早かったですかね。ね、安田記念9番人気9着。まあ無理だと思うんだよね、もう G1 ね。まあ諦めようか。はい。まあ、言って前がね、なかなか G1 勝てなくて、まあ垂れ蔵だなって言ってたんですけどね。まあスプリンターズステークス2着でしたね。カレンちゃんに完敗という内容でしたね。まあ次どこ行くかね。まあ秋天行ったらちょっとメンツがね、どうなのかなというところでね。うん、まあ秋天マイルチャンピオンシップということになりますかね。秋天迎えましょう。伊手前は G1 勝ったんだよね、高松の梅屋記念でね、勝ったんで、まあ血はつながるんですけどね。はい、よし。この間がトゥルーマンの子供なんやね。まあそれでララーがね、まあスプリンターズステークス3着と構想してくれましたね。まあ2戦しか使えないんで、どこ使いますかね。まあ、エリジョですか。エリジョね、去年は、秋華賞、エリジョともに、ビルシーナに敗れたんですよね。2着にね。まあ、今年も、まあ、エリジョを迎えましょうか。はい。うん。まあ、2戦しか使えませんからね、ララーはね。まあ、それでミカはね、まあ、シルステークスね、1番人気で5着と、まあ、3戦目にチャンピオンズカップが理想ですかね。まあこのまま芝でも走るんでね、エリジョ迎えしてもいいんだけどね。まあダートでちょっと結果を出してからチャンピオンズカップの方がいいですかね。ねえ、まあミヤコステークスに使いましょうかね。よし。ね、驚きましたよねこれね、ビクトリアマイル2着はね。まあそれでレオンがね復帰したんで、まあ菊花賞行かせましょう。まあ、セントラキッド記念4着に呼ばれましたけど、まあ、接戦でしたからね。菊花賞は人気の一角じゃないかなと。ただ、距離がちょっと心配なので、ね、まあ、ダート単走強めで、ね、スタミナを強化していきましょう。よし。はい。ね、野球の方も日本シリーズ盛り上がってますね。関西ダービーね。ね、最後やっぱり宮城がね、オリックスは来ると思うんですけど、阪神は誰ですか？西ですか？西ちょっと心配なので、誰が来るのかな？ねえ、はい、ちょい悪王ですね。まあこの前に関してはね、まあ6月だからこれからですよね。まあどんどん成長してくると思うんで、まあくるみ賞で、まあ行きたいんですけど、まあちょっと芝中距離足りんかな。まあ春を中心にやっていこうか。スタミナを強化したいね。ちょい悪王。このまままあ、スピッコメだけでしたっけ。あ、かなりスピコメなんだ。あ、そうだ。かなりスピコメだから、もちろんダービー狙わしたいし、まあ、距離ですね、問題ね。まあ、それで、エイコちゃんね、言われてないんですけど、馬体がいいから入れたんだよね、これまね。どこまでやるかな、今週ですね。まあ、芝やりましょうか。よし。さて。ねえ、競馬の方も盛り上がって、あ、そうそう、それで、オーバンブルマイが、オーストラリアのゴールデンイーグルって言ってました。ゴールデンイーグルってウポンにレースあります？ねえ、5億円ゲットしたそうで、ねえ、オーバンブルマイってそんな強かったんだなっていうね。びっくりですね。ねえ、オーストラリアのレベルがどうなのかなと思いますけど、5億円ゲットってすごいですね。そんな賞金高いんやね。やっぱ物価高いなっていうオーストラリアね。よくしゅー。まあ、オーギュスロダンもね、ブリーダーズカップ、ターフ勝ちましたけど、あれ、再打ちついてね、ね、本当に距離損のないジョッキーが上手かったな、というところで、もうちょっと引き離して勝ってほしいな、というところがね、ありますけどね。まあ、それに比べて、シャフリーアールはね、ちょっと、まあ、外に出すロスがあって、その割には頑張ってましたよね。ああ、ちょっと厳しいかな、これはね。まあ、逃げていきましょう、レース。ね、車載動画青空ムービーの方でね、あの西宮北口っていうね、関西人気ナンバーワンのね、関西人気ナンバーワンというか住みたい街のね、ナンバーワンの西宮北口駅の周辺をね、撮影してきたんですけどね、コメントで東京の荻窪クラスですかねみたいなコメントがあって、さすがになんかね、西北を東京と比べるのはどうかなと思うんですけどね。まあ一応関西ね、ナンバーワンにも選ばれたということで、なんで選ばれたのかな。ね。2歳1勝クラス。芝外回り1400メートル。コンディションは良い。まあすごい落ち着いた街でね、そんな都会っていうか、
都会という感じはねあまりしませんけど、なんか落ち着いた場所でね評価が高いんですかね。ね、うん、荻窪ってよく知らないんですけど、ね、だから思うのが、関西の街並みと関東の街並み比べたら、やっぱり関東ってギラギラ感があるじゃないですか。ギラついてますよね。そのあたりホリエモンさんも話してましたけど、うん、なんか看板とか見ても東京の方が派手でね、関西の方が落ち着いてるなっていう、そのあたりは俺らね、あの逆だと思ってる方もいるじゃないですかね。そのどんとん森とか見たらね、意外と関東の方が看板ギラついていて、それは思うなね。それでやっぱり若い人が多いっていう話はねよく聞くんで、東京の方はね、関東は関西年寄り多いような感じするんでね、させさせ、いけいけいけ、させ粘ってくれ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 、よしエイコちゃん頑張るね。ね、最近関東の方も全然行ってないのでね、若い方は関東の方がはるかに多いんじゃないかなという。まあ西北ね行ったの午前中だったんで、時間帯の影響もあると思うんでね、うん。はい、やりました。やっぱり関東とか東京とかと比べちゃうと、関西はねやっぱりその阪神間ってね、まあ高級住宅街とは言われるんですけど、なんかパッとしないなっていうイメージはオイラは持ってるんですよね。うん、高塚も全然変わらないなっていう感じでなんかね、もう20年前から全然変わってないなっていう高塚に関してはね思いますね。まあ変わってるんでしょうけど、住んでたらなんかパッとしないなっていうね、店も少ないしね。うん、高塚って意外とお店が少なくて、ショッピングモールがないっていうね。まあまあどうでもいいでごめんなさい、なんかどうでもいい話をしてしまいました。はい、さて聞きましょう、いてまえ打線。まあ芝やっていこうかね。いてまえ打線はだから入球時期がどうですか。このままでも故障怖いんだよね。今まで故障とは無縁のね罵声でしたけどね。まあ5月だからね、まあ今が旬だよね。はい、まあ、ララーもね芝炭素ってごめんなさい、なんか喉がもう年取ってきた証拠ですね。ねえ、俺らもなんか席をなんかこんなんおえおえしながら歩いてますね年取った証拠ですね。さて三河、販路やった方がいいのかな、これはね。まあ芝やっていこうかね。まあ晩成だからね、三河はね、これからなんで、芝でねスピードを強化していきましょう。よし、まあレオンがどこまでやるかね、まあダート中心にやってきますけど、まあ、レオンは4月5月でしたよね。ね、5月ですよね。ワルオ、まあ、ワルオダートやっていこう。よし、まあ、西宮北口はね、まあ、モンド薬地にね神戸女学院があって、琴江にね感覚があるんで、学生さんも多いのかな、夜はね。昼間はそんなどうかなっていうところで、まあ、エイコちゃんね、まあ強い競馬でしたね。どこ行かせようか。まあアルテミス挑戦しましょうか。どこまでやるかね、無印の馬がね。結構やるんだなっていうね。8月1周入球だよこれ一番強いんちゃう、エイコちゃんがこれ。上沼の子供で。これスピードを込め見逃しただけかな、ひょっとしたら。これめちゃくちゃ強いんちゃう、エイコちゃん。ねえ、8月1周入球だ。だから言われなかったんか、スピコメね、晩成だから。これ8月1周入球って、俺が入れただけか。もっと早く言われてたんかな。そうかもしれんね。ねえ。なんか、言われたのいつだったら覚えてないな。ね、目も一見もないし、わからんね。まあ、育てていこうか。はい。翌週、
ちょっと過去の動画見てね、何月入球させたか、入球 OK って言われて入球させたかちょっと分かりませんね。うん、エリコンドルパサーなくなりましたね。はい、よく頑張ってくれたわ。はいね、子供をねもうちょっと弾けてほしかったですけど、やっぱり気象なんか響いてるんですかね。ね、うん、この前はやっぱ一流馬でしたよね。まあ、お菓子を7着ね、ダービー10着っていうのは残念でしたけどね。うん、ね、 G1 で構想が続いて2-4はちょっと長かったのかなっていうね。うん、まあ、短距離馬だったのかなっていう感じがねしますけど、まあよく頑張ってくれたなっていうね。うん、はい、まあ殿堂入りですよねこれもね。うん、まあ、カツオくんがね血をつないでくれてね、その後なんかデビューさせてないんやね。うん、エンジョイとジパングとの相性がいまいちなのかな。うんね、うん、はい、レオンですね。はい、うん、ワルオ、あ、タクシ君、タクシ君でいい。まあ逃げはやめようね、ワルオね、タクシ君の場合はね。うん、まあ芝居やりましょうか。うん、ちょいワルはちょっとね期待したいですね。問題は距離です。うん、まあ、エイコちゃんちょっと晩成かどうかわからん。まあダートやっていこう。うん、はい、さてレオンですね。うん、ちょっと距離がね心配ですけど、完璧な状態にした方がいいかな。うん、うん、まあ完璧な状態しようか。よし、OK。まあ、ここ勝負ですからね。ちょっと距離ね、コディアックなんで心配ありますけどね。うん。うん。ミカは芝居やっていきましょう。これからですよ、このまま。うん。今年、来年。ね。うん。うん。アズナブルの子供が結構ね、頑張ってるんですよね。はい。ね、謝罪動画の方は次どこ行こうかなというところでね、まあちょっと企画も考えてね、次あたりちょっと企画ものをやろうかなと。企画ものというか、まあまあ、うん、ね、都会にも行きたいなと思ってるんですけど、都会に行ったらやっぱさすがにやっぱりその人が入るんで、できるだけ人を移したくないんでね。うん、ね、堂々と人を移してる人もいるんですけど、それはやめた方がいいんじゃないかなっていうね感じがするんで、まあ、となると編集ということになってしまうか、まあ、モザイクかけるかなんですよね。ね、だから都会、大都会に行ってしまうと、ちょっと編集が大変だなっていうのがね、ありますね。うん、行きましょうか。翌週。ね、だから都会行ってもね、回して、もうすでに撮影してる方はたくさんいるんで、まあ、穴場に行った方がね、むしろ視聴回数は取れるのかなっていうね。うん。おう。まあ、先行でいいですね。行きましょう。クラウンロゼ。レイス。うん。まあ、近場の、なんか、街的なところは全部行ったかな。伊丹、川西、西宮、サンダ。あとは、だから、まあ、まあ、神戸。尼崎か。尼崎。ね。尼崎は、まあ、車載動画では何遍も行ってますけどね。あ、不良馬場ですね。うん、まあ大阪神戸ということになりますよね。まあ芦屋ですか。スタートしました。好スタートは2頭ベルクバイクラウンロゼ。まずは先行争い、6番クラウンロゼすっと前に持ち出しました。まあいい位置ですね。まあスキップできましょう。ちょっと雨っていうのがね、まあ嫌なんですけどね。まあでもスタミナ調教してるんで、スタミナはあるはずだ。先頭立った。粘ってくれ、粘ってくれ。一歩一歩力強い足取りでゴールを目指す。ワルオだ。粘ってくれ。まあ、完勝ですね。はい。うん。雨大丈夫やね、この場ね。はい。まあ、これでね、まあ、G1 行かせましょう。うん。よし。まあ、賞金加算しておきたいところですけどね。はい。
うん、よし。あ、オンバーは得意なんや。ね、ダービーオンバーになってほしいね。うん。あー、レオン距離持たんない、やっぱりな。ね、消灯数だ。うん。まあ、差しで行かせるしかないか。先行の方がいいかな。ね、先行で行こうか。うん。ね、逃げ馬2頭で少ないですからね。前に行かせよう。よし、レース。うん、まあ距離ですね。まあちょっとレオンは放牧出して有馬に向かいます。有馬出れないかな、賞金で弾かれるかな。ここ絶好調にするべきじゃなかったかもね。うん、今年もクラシックの栄冠は残り一つ、最後のイスとプライドをかけ 3000m の激闘が始まろう。まあ、里のダイヤモンドは大本命だね。ゴールドアクターもまあ強いでしょうけど、うん、少しきました。うん、それでいいです。前行ってね。佐藤のがちょっとすぐ後ろにいるんでね。うん。あとは折り合いつけて。ねえ、この印だったらダービーね、ひょっとしたらやれたかもしれませんよね。まあ、ダービー前に故障は痛かったなっていうね。うん。まさかでしたね。ねえ。あ、引っかかっとるね。やっぱ引っかかるところあるんやね、これはね。まあ、絶好調にしたらやっぱり引っかかってしまう馬っていますよね。まあちょっと厳しいかな、これではね。うん、やっぱり菊花賞みたいな距離の長いレースは、まあ、ソフトに仕上げてね、落ち着きをね、うん、取り戻さないと長距離は難しいですかね。ね、このゲーミングチェアで実況してるんですけど、あのね、そのあぐらかけるんですよね、椅子の上で。ランバーサポートちゃうわ。何でしたっけ、足場を作るのあるじゃないですか。ランバーサポートじゃなくて、うん、あぐらかいてやってますね、椅子の上で。うん、意外と快適ですね。さてね、3コーナー坂登って下る、うん、もう前行っていいよ、もう前行った方がいいんじゃないかな、これね。前2頭にねえ、くっつくぐらいの気持ちで乗ってほしかったな。うん、さて、ね、すぐ後ろに里のダイヤモンドがいるんで、ね、ただスピードではね、そんな劣るもんではない。丸印だからね、スピードはあるよ、これは、ね。まあ、ちょっとスタミナが心配なんで、頑張れ頑張れ。レオン行け、レオン、レオン行け、させ。レオンさせ、レオンさせ、レオン、手応えはあるぞ、手応えは残ってるぞ、頑張れ頑張れ、レオン、レオン頑張れ。垂れたか、ね、ね、ちょっとダービーだったらこれいい勝負したよね。スタミナが足りんよ、コディアックだったら。まあ、里大しゃーないわ。ねえ、まあ、かかったりして、それでこの結果なら悪くないですよね。はい。ちょっとここを絶好調にしない方がよかったね。ちょっと考えていかないと。うん。まあ、それで、まあ、G1 取ると言ってもね、まあ、マイルチャンピオンシップ出したらよかったからね、失敗したね。まあ、マイルチャンピオンシップ出しましょうか。ね、そこしかないなっていう。まあ、行って前もマリチャンピオンシップ行かせますけど、まあ、ぶつかることになる、なりますけどね。うん、よし。あ、未来ジョッキーが上がるのかな、これ。どうですか。はい、エイコちゃん期待です。よし。あ、たけし君でいいや。うん。うん。ねえ、ここでどういう結果が出るか、試金石ですね。うん。うん。まあ、ワルオは重賞行きたいですね。まあ、デリハイまだ取ってないんで、デリハイ行きましょうか。ね、よし。まあ、朝日杯はそんなね、力入れるところでもないので。うん。うん。まあ、レオンね、まあ、距離を縮めてね、マイルチャンピオンシップ、ちょっと状態、ね、慣れてると思うんですけど、戻ってきてほしいな。うん。うん。まあ、三河順調ですね。よし。はい、ララ
まあ順調ですね。ねえ、青空ムービーの方は今チャンネル登録者827人だったかな。ね、今年一応1000人目標だったんですけど、まあまり腰痛のせいでね、動画撮れなくて、その割には結構伸びてるんで、まあ、最終的に1000人にはね、届かないかもしれませんけど、900人ぐらいには行くのかな。ね。ね、ご協力ありがとうございます。はい。ね。やってない割には伸びたなっていうね。うん。その割には、この、爽快キックのゲームチャンネルは減ってるぐらいなので減ってるぐらいですからね、こちらのチャンネルはね。参ったなっていう。あ、大丈夫これ。今週やね。大丈夫。よし。まあ、期待しましょう。よし。さて。あ、ちょっと一旦来ますね。はい。はい、行きましょう。意欲集。さて、秋天が先ですね。ね、印はもうすでにね、G1 級の印でね、まあ、アルワインライバルですけどね。まあ、引っかからないでほしいですね。引っかかって破れるのがいつものパターンなので、ね、猛牛というよりは、垂れ像だなっていう。ねえ、オリックスって言ったら、ね、その、神戸のイメージが強い方いるのかな。ね、今、ね、大阪ドームって言ったらあかんのだよね、今ね。京セラドームって言わないといけないんだよね。俺らは大阪ドームって言ってしまうので。ね、むしろだからオリックスが今大阪のチームで、阪神タイガースは、まあ、阪神って神戸と大阪という意味ですからね。まあ大阪タイガースだった時期もあるのかな。ね、まあ兵庫県、甲子園球場兵庫県ですから。いつもね、なんか、うーんって思いますね、うん。オリックスも最近人気ですからね。ね、観客動員数が190万人ぐらい行ったそうですね。すごいですね。うん、俺は京セラドームはまあ行ったことあるんですけど、もう当時2000年前半ですかね。もうガラガラでね、あのバックネット裏って、まあ、普通行けないんですけど、まあ、ガラガラだったんで、なんか柵を越えてまたいで行ってバックネット裏で野球見ていったこともありましたね。バックネット裏テレビがついてるんですよね。それで競馬中継を見ながら、なんかケビンのおっさんもね、あ、いいよっていう感じでそんな時代もあったんですよ、京セラドーム。当時大阪ドームですからね。うん、なんか剣もらってね、親父がよく野球の剣もらってきてくれたんで、まあ、友達とね行ったりしてたんですけど、うん、そういう時代もあったんですけどね、今はそんな絶対無理ですよね。さてね、折り合いついてるんで、うん、真ん中からちょっとさばいてくれるか分かりませんけどね、まあ、折り合いついてる、珍しく折り合いついてる、うん、さてちょっと眼光状態抜けてくれるのかどうか。苦しい位置に入った、壁だ、前が壁だ、ウォッカの安田記念を思い出す、伸びない、外に出せ、それでいい、外に出せ、カレンブーケドールをかわせ、意外と伸びない、なんでそんな失速するんだ、お前はタレゾーなのか、タレゾーやな、全然伸びないね、あれ、言い込んでたのかな、これ、ひょっとしたらね、ね、引っかかりませんでしたけど、もうレース前に終わってしまって、引っかかる余力もなかったっていうことですかね、ひょっとしたらね。うん、まあ、乾杯です。うん、ね、入れ込んではなかったんですね。うん、エイコちゃんまあ終始ついとるね。メジャーエンブレムに熱合同期、まあ、G1 級でね、結構いいメンツが揃って、まあこれ先行でいこうね。はい、よし、レース。ねえ、英子ちゃん、走るね。ねえ。英子ちゃん、ダービーに行かせても面白いですよね。ねえ。距離が持つのであれば。まあ、行きましょう。東京競馬11レース。G3 アルテミスステークス。芝1600m。コンディションはやや重。ねえ、京セラドームといえば、だからそのたこ焼きがまずかった記憶がすごい残っていて、なんかね、たこ焼き食べたんですけど、
なんかスーパーでたまに売ってるじゃないですか、揚げたこ焼きたこ焼き揚げるんだよね、あれなんで揚げるのかなと思って、ねえ、たこ焼き焼いてそのまま出せばいいのに、それで置いとくんでしょうね、あまりにも人が少なくて売れないから、それをなんか揚げることでごまかすみたいなありません、なんかそういう手法ね。それがすごいまずくて、もう大阪なのになんかたこ焼きまずかったらいかんやろうというね、そんな記憶がありますね。さて頑張れ、頑張れ、サウチね、距離遠なく走ってきた、よし、最高の競馬やこれはね、頑張れ、エイコ、うちに入れる必要はないよ、おえね、メジャーやめろ、引き離す、頑張れ、ついてけ、手応えはあるぞ、頑張れ、外からレッツゴードンキー、内からメジャーエンブレムが粘ってる、最内から英子ちゃんが頑張っている、4着ですかね。まあ悪い競馬ではないですね。よし。ねえ。まあ阪神ジマルフィーズ行かせない方がいいのかな。ねえ。朝日杯行かせましょうか。牝馬で朝日杯行く馬っているんだよね。メジャーエンブレムってでも朝日杯に出たんでしたっけ、違いましたっけ、なんか強いまで朝日杯行って勝てなかったと思いませんでした。それ違うか。メジャーエンブレム阪神ジュベナイルか。覚えてないな。はい。まあ、ミカは順調ですね。まあ、芝をやりましょうか。よし。レオンちょっと合わせ馬やっていきましょうね。回復するかな、無理やと思うんだけどね、多分ね。まあ輸送はないですからね。ゴリゴリやっていく。ちょっと腰は怖いですけど、ゴリゴリやっていくわ。よし。まあ和郎順調ですね。まあ、ちょっと芝やりましょうか。重賞をね、ちょっと2着以内には入ってほしいんで。あ、英子ちゃん放牧ですね。よし。まあ、ララもね、順調でーす。よし。まあ、ララも G1 にね、近づいてるんでね、まあ、一勝は取りたいなっていう。まあ、行って前もね、まあ、マイル行かせましょうか。ね、短距離馬ですかね、これもね。よし。去年はジャパンカップ行って13着だったんですね。菊花賞2着だったんですよね。ね、2000m はこなせるはずなんですけどね。アイリコンドル落ち着いとるね。まあ、行きましょう。翌週。さて、ここね、どうですか？成長しとるよね、やっぱり風の子か。まあ、ここしっかり勝っていきましょう。成長しとるね。そうそう、名前いただいてたな、そういえばね。名前ね、タイミング悪いなっていう話をされてたんですけど、ちょっと名前覚え出せない、なんだっけ？ねえ。いい加減にせいやと、ええ加減にせいか。ええ加減にせいと、なんだっけな。なんか来てましたね。覚え出せないな。たかしか。たかし。たかしって誰ですか。たかしって誰かわからないんだけど、俺、なんか、たかしで知り合いおるな。夏さん、たかしや。夏さん、たかしですね。エミ、たかしよ。なんか怒られそうな気です。まあ怒る人じゃないですけどね。あのプロ馬券師、夏さんはね。ちょっと豪放な競馬ですね。どうでしょうか、これは。
まあ、前空いてるんで、ね、力の違い、成長ぶりを見せてくれた前、ミカ、ミカ行け。させ、ミカ、行け。一歩一歩近づく、ゴールに近づくミカ。粘ってくれ、先頭立った、粘ってくれ、粘ってくれ。これは力の違いを見せつけるのが、大外から一気にアプローチ、ケンタッキーが急追だ。うん、刺された、風の子だ。やっぱり刺しも強いよね、ダート競馬ね。うん、刺されたわ。何回刺されてしまうな、このままね。うん。はい。なんか、チャンピオンズカップも何かに刺されそうなね、感じがするな。うん。はい、ララ。うん。福永祐一でね、牝馬の福永で。はい。うわぁ、ローがどこまでやるかね。まあ、たけし君で行こう。たけし君最近ね、なんか頑張ってますよね。うん。ね、やっぱり川田ジョッキーとね、まあ、たけし君もまあ信頼できるかなというところで、武豊ジョッキーとかね、その、なんだ、横山ノリスジョッキーとか、どうなのかなっていうね、もう最近はね。まあちょっと合わせもやりましょうか。うん。まあ、やっぱりそれとルメールですよね。ルメールメーナーっていう。毎回、もうルメールだけ買っとけばいいんちゃうかって思いますよね。ね、深いこと考えずにね、昔だから言ってたのが、タオさんがね、まあ、あの、タオヤシさんね、プロ野球、元プロ野球選手の、タオさんがなんか競馬結構やることがあって、G1 ぐらいしかやらないんですけど、外人ジョッキーだけ買ってれば当たるって言ってたんで、絶対そっちの方が賢いよなって、もうだいぶ前ですね、あれ。2000何年ですかね、言ってましたけど、本当それが正解だなと思いますね。外人ジョッキー、ジョッキーで決めた方が絶対いいような気がしますね。うん。外人ジョッキーと川田、横竹みたいなね。うん。まあ、まあ、チャンピオンズカップですね。うん。だからね、本当に競馬ってなんか、ね、あまり考えてない人の方が当てるケースもありますよね。ね、素人の方がね、ビギナーズラックじゃありませんけど、なんか深く考えてしまうと罠にはまるみたいなね、そういうところがありますよね。まあ、ララは完璧な状態にした方がいいんかな。どうですかね。完璧な状態いきましたっけ。まあ、落ち着いてる間だから、ちょっともう一回ね、ウッドで、完璧な状態になりますか？どうですか？なったらいいんだけど、ならないね。まあいいや。よし。うん。まあ、いてまえ順調ですね。ねえ、いてまえもかなりすっぽこめなんで、その割には走らないなっていうね。さて、翌週。まあ、デリハイね、スタンニングローズ、エアスピネル、この辺りにこの中止はね、まあ、根性あるのがいいですよね。まあ、ちょっと逃がした方がいいかな、これね。たけし君の逃げどうですかね。まあ、行きましょうか。マイル全然距離大丈夫ですね。まあ、スタメン中継しっかりしたんでね、2-4はこなせる可能性は出てきたから。まあ、根性あるっていうのが絶対いいですよね。接戦になったらね。京都競馬9レース G2 デイリー杯2歳ステークス芝外回り 1600m コンディションは良スタートしました。まあ、少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、まあ、やっぱりたけし君なんで前行きますよね。2番手さて先頭だ。根性見せろ根性見せろ根性根性根性ど根性を粘ってくれバロ粘ってくれ、ワロー粘ってくれ、ワロー粘ってくれ、頑張れ頑張れ、最後垂れるな、根性あるだろう、お前、ワローの根性、良い子、悪い子、普通の子、ダメだね、まあ、まあ、乾杯や、悪い競馬ではないなっていう、やっぱりたけし君の逃げは、最後垂れるんだよね、ね、入り込んでった割には、まあ、好走ですね、悪くないわ、よし、はい、ララ、ちょっと収支が落ちてしまったな、まあ、
まあ、ディアドラね、ミッキークイーン、ミルシーナね、ホイールキャプチャー、まあ、ホイールキャプチャーが一番人気なのかな、意外ですね。まあ、差しでいきましょう、レイス。まあ、ちょっとメンツは揃いましたね。うん、去年の方が楽だったなっていう。うん、はい、行きましょう。強さと気品を兼ね備えた牝馬たちがここ京都競馬場で女王の座をめぐり競います。エリザベス女王杯、まもなく発走です。うん、ララーもちょっと G1 取れない、まあ繁殖牝馬で期待できそうですからね、これもね。16番フライティアパルス、2番手5番キャトルフィー、14番ビルシーナ、まあいい位ですね。うち、ん、から2番ね、去年はビルシーナを差し切れなかったんで、ホイールキャプチャーってでもそんなね、エリ城で構想しましたっけ、ね、距離ちょっと長いイメージですよね、 2200m、 2400m はね、うん、マイラーかなーっていう、黒船ですもんね。まあ、黒船はやっぱり距離持たない馬が多いですよね、特に牝馬はね。うん、ね、黒船自身もね、まあ、ダービーではね、敗れましたから。1000メートルの通過タイムは1分1秒0、18頭、淀の坂に入っていきます。うち抑えて1番デニム&ルビー。まあいい位置ですね、これはね。ね、デニム&ルビーとかね、名所ベルガーあたりも2番級でしたからね。各馬第3コーナーをカーブしていきます。ちょっとメンツが揃ってしまったなっていうね。後ろに16番ブライティアパルス、5番キャトルフィー、後位につけました。それから2番ミッドサマーフェア。んちょっと前壁でね、前の馬が抜けてくるかな、これなんだっけ、前の馬ね、強馬でしょ、おそらく。あ、いけるいける、させさせ、ララ来た、ララ来た、ララ来た、手応え抜群だ、手応え抜群の足でビルシーナをかわせ、また2着なのか、また2着なのか、ビルシーナが粘っている、ビルシーナが粘っている、ララが外から、ララが外から、伸びない、最後垂れたわ、ビルシーナか、これディアドラが来てたんだ、ビルシーナ強えな。うん、ねえ、ビルシーナそこまで強いイメージありませんけどね、やっぱり前が有利なのかな。うん、まあ、最後垂れてしまいましたね。うん、うん、まあね、いい仕上げで臨んだんですが、うん、うん、何でしょう、ワンモアラブ男子リ、まあまあいいかな、いらないわ、うん、繁殖部上げないといけないからね。うん、うん、さてマイルチャンピオンシップ、あー、岩田みたい変えた方がいいかな、毎回言ってるな。さてゴールデンレオ状態戻ってきますかね、ねえ、福永祐一で、はい、レオンが戻ってくるかどうか、まあ輸送ないですからね。よし。よし、もう一人。持ってくるかな、これ。ねえ、いい調整ができましたよ、これ。戻ってきたらね。よし、間に合った。ねえ、最高の調整ができましたね。うん。強気に行って大正解。うん。まあ、一手前は完璧な状態したらあかんからね、これもね。まあ、ダートで。うん。まあ、一手前の方が印はね、多分上だと思うんですけど、ね。まあ、どっちが勝つか分かりませんよ。壁になる可能性は大いにあるし。一枚も垂れるからね、最後ね。うん。まあ、ゴールデンレーンの差し、外だったら差しの方がいいのかな、やっぱりね。うん。まだいけるララ。あ、ダメだね。もう僕や。ララ引退させようかな。ね。うん。うん、三河は最後の粘りなんだろう、販路ね、中京競馬の最後坂ありますからね。うん、ワローまだいけるんやね。まあ入れ込んでたということで、まあ朝日杯ぶっ込みましょうか。よし、うん、よし。さてマイルチャンピオンシップ、よし。うん。
あ、モーリスですね。ゴールデンレオン意外と印ないね。まあ差しで行かせて、まあ1枚先行ですよね。ちょっと逃げ間多いな。ハイペースになるかもしれないんで、まあ行きましょう。レースレオンは敵距離はどれぐらいかなね。さて行きましょう。ねえ、レオンもね、シュバウにあげたいですからね。熱戦に期待がかかります。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。モーリスもね、壁になる可能性があるので、ね。一手前ちょっと前に行ってほしいんだよな。レシステンシア包囲をキープ。外を押さえて。モーリスの勝負服は、ここですね。黄色の帽子だよね。あの車台にいたね、赤と。ね、あ、これは壁じゃないですか、モーリスは。ね、あ、一手前も結構折り合いついてるしね。まあ、この前四コーナーの入り口が怖いんだよね。引っかかるからね。まあ、でもいい感じですよ。レオンがちょっと開くかな、これな。もういて前最高ですね、これね。あ、レオンもいい位置来たよ。ね、レオンもいい位置。ね、いて前最高ですよ、これ。いて前が最高の競馬しとる。距離短縮がいいのかな。ね。さて、来い、いて前来い。レオンも空いてる、レオンも空いてる。レオンも空いてる、レオンも空いてる。させ、いて前来た、いて前来た、いて前来た。外からレオンは来ない、レオンは来ない。ちょっといて前垂れそうか、お前。レオン来い、レオンはいないのか。レオンは来ないわ。レオンさせ、届け、届かない。レオンも届かない。ダメだ。なんだよ、それ。レシテンシア？なんでこんな垂れるんですかね、この、いて前はね。やっぱりスプリンターなのか、終始見たらそんな感じはしないけどね。まあ、レオンは意外と伸びないね。まあレオン調子戻ってきたんで、ああまだもういけないんか。まあ3戦使いましたからね。来年も期待できるということで、まあ放牧かね。この前に関してはね、まあオープル2着だったんですよね。まあスプリンターという感じはないんですかね。まあ報告出しましょう。はい。ワローはまあ6月だから、まあダートやろうか。よし。はい、ミカはですね、まあ、販路やりましょうかね。最後の粘りはやっぱりあの合わせ馬かな。ああ、いて前ね、どうしようかな、車ね。車は去年阪神カップ行かせて勝ったんですね。まあ、最後有馬行かせましょうかね。菊花賞2着馬だからね、一応ね。有馬行かせよう。車に関してはなんかいまいちようわからんね。まあ翌週、さてチャンピオンズカップね、これ完璧な状態にしてよかったんやったっけ、三河はね。まあ勝負かけようかね、ここはね。よし。あ、すまなり。よし、完璧な状態。最高。これでね、もう先行しかないですよね。ワローもね、順調でーす。エイコちゃん帰ってきませんね。まあ、いて前販路やりましょうか。ちょっとわからんね、この前のね、ちょっと垂れるのはね。この前、差し馬？
あ、逃げ場ですね。うん。うん、はい、ノノノは来ませんね。あ、パワーありますね。ダート場ですか、この場。どうでしょうかね、ダート場ではないか。うん、まあ、行きましょう。よくしゅー。さて、ね、弱面来てほしいんですけどね。うん、うちか。エスプ君にほっこたるまいカフェファラオ。カフェファラオが一番人気あるんや、意外ですね。ねえ。まあ、強敵が揃ったのは、まあ、先行しかないよね。まあ、行きましょう、レース。まあ、収集はついてるんでね、チャンスはあるはずです。うん。展開が向けば、運が良ければ、勝てますよ。うん。おい、おい。おい、おい。おー、行きましょう。砂の王者にはパワーとタフネス、パワーとタフネスね、できるだけ前行ってほしいですね。前行った方がいいよね、これね。うん、スタートがちょっと悪いな、ね、あ、でも最内からちょっと2列目、2列目取りたいな。ちょっと下がっていたらあかんで、そこから下がっていったらあかんで、ね、ダメだよ、そこから下がっていったら、ついていけよ、ね、ちょっと後方だな、やっぱり、ちょっとどうでしょうか、サイウチに入って、もう内から抜けてくるしかないの、これは、ね、もうサイウチでもいいから、もうサイウチつけ、サイウチしかねえよ、ね、前行って、前行って、ミカ行け、根性見せろ、ミカ、根性はあるはずだ、ね、絶対根性はあるよ。うん、その外8番サンビスタ、続きまして頑張れ頑張れ、うち、ん、で貯めて貯めて、うん、最後サウチをついて、オーギュストロダンのようにサウチをついて伸びてくる、ついてけついてけついてけ、下がったらかん、下がったらかん、下がったらかん、弱気になったらかんぞ、弱気になるな、ミカ、強気でいけ、強気で攻めろ、うちが空いてる、うちが、うちしかねえ、うち、そこだそこだ、そこしかない、させさせ、ってことある、ってことある、力見せろ、ちょっと北高たる前か、ちょっと北高たる前の伸び足がいい、させさせ、届け届け、させ、前は空いてる、いけいけいけ、させ、届け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 、ミカコンセプト、ミカいけ、ミカミカミカ、させさせと粘って、勝ったんちゃう、勝ったんちゃう、勝ったんちゃうか、で、ね、よしよし、これで秋冬全制覇ですね、ね、よし勝った、よし運も浮いたしね、全力を出し切った、やったやった、あとクラシックですね、コバの G1 全部取ったよね、うん、はい、やりました、ほんと接戦でしたね、見事、はい、あ、よかった、いいレースだ、うん、気合入りました、ちょっと一旦来ましょうかね、うん、はい、行きましょうね、旭山までやりましょうかね。さて、ユザークラポーン、まあまあどうなんでしょうね、クラブ登録、秋尾の子供なんやね、秋尾の子供1頭ぐらい入れようかね、1回も入れてないんで、うん、クラブ登録しよう、うん、はいはい、よし、うん、クライムストーン、うーん、この間結構いいけどね、ちょっとエンジョイ、男間ちょっと入居させようか、どうでしょうかちょっと入居させる、エンジョイの子供も全然走ってないからね、何にしようかな、エンジョイ、エミ、エミタカシにしようか、プロバケンシー、ナツさんは、なんか、お前、自分のこと運がいい男だと思うって聞いたら、運がいいでって言ってましたからね。まあ、運がいいでって関西弁ちゃうな。彼は静岡の人間ですから。うん。うん。エミタカシ。よし。OK。
エミタカシ。エミタカシ。エミタカシ。よし。オッケー。うん。うん。ねえ、凱旋門賞行くかもしれんからね。どうでしょうか。まあ、エンジョイ。エンジョイって、あれか。なんだっけ。アバンチュールの品系か。まあ、ヤギさん入れようか。よし。オッケー。うん、ね、バターいいですよね、これはね。うん。チコミント、まあ、これ、引退やね。うん、はい。よし。うん。アイコちゃん、遅いよ、ね。うん。まあ、アイコちゃん、距離持ちそうだからね。うん。まあ、3周でホープル使いましょうか。ね。よし。うん、意外とやれるんでねえのって、距離伸びてもいけそうな感じはしますけどね、これはね。本当に万世なんですかね、これはね。ちょっとよくわからないんですけど、万世じゃないかな。うん。うん。まあ、ダートいけると。もうダートはでも、まあ、まあ、ドバイ勝ってませんけど、まあ、ね。うん。まあ、たかしくんはお任せでいいかな。バタいいよね、これはね。惚れ惚れするね。うん、まあ、ワルオの筋肉はすごいね。うん、ワルオもすごい体だ。うん、ワルオは走りそうだ。あ、馬なりじゃねえよ。まあ、いっか。うん。うん、三河やったね。やったね、三河。まあ、放牧だ。はい。ドバイ出れるんかな？ドバイの条件っていうのはやっぱり緩和されてるのかな？どうですか？旧車変えたら。ちょっと調べときましょうね。まあもちろん、次走はね、あの、フェブラリーステークス。うん。うん。いてまえは、まあ、ハヌやっていこう。よし。タレゾーいてまえ打線。うん。うん。まあ、行きましょうか。翌週。さて、今回、朝日杯までにしましょうかね。ね。よし。ワルオ、どこまでやれるかな、現状で。たけし君では逃げはできないけどね。まあ、先行でね。まあ、最後、芝やりましょうか。よし。うん、ちょっと雨降った方がいいかもですね、車ね。うん。うん、エイコ。エイコもね、意外とやれるんですよね。あ、仕上がりましたね。うん。芝もやりましょうか。ねえ、健康も良さげだし。ねえ。よし。うん、たかし君はちょっと、まあ、これまでもやっぱり成長型がわからんからね。うん。うん、まあ、ワルオの筋肉はすごいな。ちょっと行って前打線は復活してほしいですね。うん、さて行きましょうかね。翌週。ちょっと収支が薄いな。タワーボロンドン、こんな強いんですか。ダノンスマッシュ、エアスピネルね。まあ、これ先行で行きましょう。ちょっと逃げ馬多いですね。うん、まあ、両馬場ですね。まあ、ショーレース。まあ、印はついていますからね。うん。まあ、ダービーまでにどこまで成長するかね。まあ、でも距離がね、まあ、どうなのかなっていう。うん。行きましょう。ね、アレババの方が合うと思うんで。若武者たちがここ阪神競馬場を駆け抜けます。熱戦必至の発走までもう間もなくです。スタートしました。まあスタート普通ですね。内から押して4番浅草元気、5番ヘイティクレバー譲り。あ、引っかかった。ワロ引っかかるんやね。引っかかるところありましたっけ、これも。ちょっと絶好調にはできないタイプかな、これもね。そのうち3番ホーオーアマゾン、少し差が開いて11番エメラルファイト、少し差が開いて18番ダンビュライ、 600m の通過タイムは34秒7。2番ダイババーバリアン、この辺りが中段。ねえ、真ん中から抜けてほしい。16番クラレット、
ウアローらしくね、全勝入れ込んでたんですよね、これはね。さて今回も入れ込んでるのかな、ね、さて真ん中抜けてこい、ね、アルババですから、アルババはこなせるはずですよ、これは、ね、真ん中抜けてこい、空いてる空いてる、一等分空いてる、一等分空いてる、外に出した、ワロ行け、ワロさせ、ワロ来た、ワロさせ、ダノンスマッシュが先頭だ、外からワロ、垂れたな、やっぱ入れ込んでたんですかね。ちょっと難しいな、ワロに関してはね、非常に問題がありか、やっぱり。うん、レコードねえ、エアスピネルにも自分は勝ってほしかったですけどね。まあ今回これで終了しましょうかね。はい、あアカシックレコードね、脂肪は空いてないもんね。うん、うん、まあ引退やね。はい、うん、まあパーフェクトマンもまあ引退させようね。よし、うん、はい、有馬記念、あジョッキー変えようかこれね、ジョッキー変えましょうか。うん、エイコちゃん、たけし君で、さすがにちょっとこれだけね、なんか意味のわからない敗退がついたらジョッキー変えましょう。はい、誰かいますかね。うん、あ勝男川田がいいですね。はい、はい、というわけで、ね、今回ねこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。